ひょうたんこで前代未聞の殺人事件が起きました。逮捕されたのは三剣玲司容疑者25歳、ヒーロー検事まさかの逮捕です。深夜2発の銃声がしたとの匿名の通報があり、警察が駆けつけたところ、拳銃を持った三剣容疑者が発見され、その場で現行犯逮捕されました。こんな姿見られたくなかった。貴様にだけは。三剣、お前を助けたい。助ける？しかし俺のことはほっといてくれ。悪いが、それはできない。お前には大きな借りがある。みんなに謝って許してもらいましょう。異議あり。盗んだのは君じゃないんだろ？うん。あの時お前は僕を信じてくれた。そして救ってくれたんだ。あの裁判があったから今僕はここにいる。なるほど。確かに僕はまだ力不足だ。でも全力で戦う。僕は弁護人として最後までお前の味方だ。絶対に諦めない。なるほど。なるほど。無駄だよ。言ったはずだ。今度は僕が最後までお前を信じる。お前の無実を証明してみせる。君には助けられたな。なるほど。当たり前だな。